のうち24人は新宿区にある東京新宿メディカルセンターの患者と看護師などで、大人の子はまだこれから7時から外に出るので、ちゃんと、ね、吠えないでまだ待ってます。だけど子供のチビちゃんたちは自分がここでうろうろしてトリミングしてるので、もう待てないから出してって言うから、とうとうもうトイレに出しました。で一通り今うんちとおしっこが終わったらおもちゃでなんか遊んでます。あとはご飯を待つだけです。端から子犬たちを昨日からきれいにしてるんで、この子は昨日やった子でしょうね。今日これやったで、この夜やったでしょう。これは昨日、おととい、昨日かな。こっち昨日、まだもう一人やんなきゃいけない、ここの。で、ポメはやったばっかり。この二人は、メリルの子のバレンちゃんとダンスの子のサモーは、やったばっかりだけど、さらにまめに洗ってます。ちょっとスペシャルだから。でシルバーは今日やる。でショットは一緒ずっとやってたけど、また今日やる。ここさえ綺麗にすれば、あとはちょっと請求書とか、何今のあのコロナのなんとかの書類とかいうのをちょっとかかりたいんだけど、なんせあの毎日芝生の上に出て寝っ転がるわ穴掘るわで綺麗に維持してくれません。で無理にスプレーあのブラシ入れると土ぼこりとかついてるから余計毛が切れちゃうので、今自分が面倒見てるチビさんたちです。もう全然おもちゃ見たらもうずっと振り回しててダメです。ただなんか長いのが好きで、やっぱりこれは魚はあんまり遊ばないです。このこういううちのはなんかこの長いの引っ張るのがみんな好きです。この人もみんなこの長いの引きずるのが好きです。今日やるね。あの無理にバンドしません。やっぱりこの年齢の時に、まあ、一日中ついてて3回も4回も帰れるんだったらいいけど、そうじゃなかったらちょっと見えなくてもほっときます。それで完全に、ラップゴムがちゃんと取れなくなるようになったら、始めます。この2人の男の子はちょっと気合い入れてますけど、一人変なチョコです。どうもそんな気がする。やっとおもちゃがこんな暴れてても怖がんなくなりました。次は小屋にバランスボール入れてちょっと練習しようかな。ああヤフー、おはようヤフー。ヤフーもめちゃくちゃ大変であちこち壊しました。ここにいておもちゃは壊すし、タオルは食べるし、もう大変でした。赤ちゃんの時、今この中で一番悪いのはポメラニアンです。一番強い。でこのシルバーは自分はあの練習は弱いくせに意地悪です。昨日、手入れが、学校が今コロナでグルーミングスクールが休みで手入れが困って聞いてきたんだけども、聞かれてもどう何を教えていいかが分からなくて、シャンプーから教えのブラシなのとブラシですって言うけど、それは口では説明できないので、新しいアイデアとしてもしそういう教わりたい人がいたら連絡ください。なんか今はまだ親が起きてないからとか言ってましたけど、その時間に合わせてライブをして2画面で、招待して2画面で見て見ながら教えるように、まあ余分なことかもしれないけど学校の先生に怒られちゃうかな。2画面で、ね、やって説明した方が早いので、そういう、ああこれは喧嘩しないで、そういうのも、今後始め、まだ100日だから、あと50日以上ありますから、そういうのもやってきます。もし何か教わりたい人がいたらリクエストください。その代わり本人がちゃんと犬を持って目の前で手入れなりなんなりやってもらいます。そういうリクエストもあったら言ってください。まあとりあえず、
多分何時かの分かんないけど、何時か言ってくると思いますので、またアップすると今度2画面でその教えてくるのも、これオンラインでそれで教えることできるから、それもやっていこうかなと思います。あ、近藤君おはよう。すごいな、アクアリウム。俺ね、俺も嫌いじゃないし、あれだけどあんなにはやらない。まあ朝こんなです。でもちゃんと親を待ってます。寝て待ってます。誰も私らも出せって言いません。この子供たちはしょうがないね、言うこと聞かないと思って待ってます。メリルも待ってます。ちゃんとベッドで起きてるけど。その辺は聞き分けがちゃんといろいろ、このサマータイムで切り替えて、親は一週間で覚えました。でも子犬は全然ダメです。まだ、この夏に合わせての犬の出す時間とかわかんなくて、特にこの二人は昨日うんこ踏みまくって洗いました。まあ朝はこんなです。みんなが7時に来るから待ってて、朝ごはん犬のやって、自分も食べて、もし9時か10時ぐらいに手が空いたらお昼まで寝ます。子犬は元気です。まあなんかリクエストあったら言ってください。あ、かずみさんありがとうございます。公務20人、本当大喜びです。じゃあ、ちょっとね、あと1時間ある。1時間ないけど50分あるから1匹洗ってカットしちゃいます。みんな来るまで。